モーゾー委員会は、かつて存在した中華民国行政院に所属する政府官庁の一つ。中華民国の行政区分におけるモー古地方とチベット地方の管理、その他各省のモンゴル族、チベット族の集中地区における行政、宗教、その他の各種関連事務を業務としていた。モーゾー委員会の起源は、1912年に中華民国政府が内務部に設けた。 毛像工作どころであり、さらには新庁の離反院、離反部にまで遡る。毛像工作どころは、同年7月に中華民国国務院が管轄する孟像事物局へと改編され、さらに1914年には総統府が管轄する毛像院へと改編された。このような組織改編を経て、現在の毛像委員会が成立したのは、1928年に、 成立した南京国民政府が中華民国政府組織法を制定し、中央政府の組織を1929年に改編したことによる。中華民国が中国大陸を統治していた機関、毛蔵委員会は、毛古地方、チャハル省、水園省、熱化省、チベット地方、西高省、青海省、甘粛省における民族宗教関連事務へ従事していた。 そのため、1940年に、ダライラマ14世の即位式典が開かれた際には、当時の妄想委員会主任であった、後ただのをはじめとする施設団を派遣し、式典終了後も1948年の強制退去まで、中華民国妄想委員会中倉ごとどころとして、ラサにとどまり続けた。国境内戦の敗北に伴い、1949年に、 中華民国政府が南京から台北へと移転すると、孟造委員会は中国大陸における業務を遂行することが不可能となり、その権力は脆弱なものとなった。ただし、台湾の中華民国政府が中国の正当な国家であることを辞任し続け、中華民国による中国際統一に備えて国家組織を温存し続けたことから、孟造委員会は存在し続けた。 1949年以降、モーゾー委員会は主にチベット亡命政府との交流や、モンゴル人民共和国との経済、教育、文化関連の交流を手掛けてきた。ただし、2002年に中華民国政府は、モンゴル国の独立を実質的に承認し、外交部がウランバートルに台北貿易経済代表どころを開設した。そのため、モーゾー委員会は、以前より、 業務範囲が狭まっている。2017年、政府は2018年度の予算を計上しないことを明らかにし、妄想委員会を廃止する法律を立法院に提出した。9月15日には、業務が文化部、外交部、大陸委員会に移管され、11月28日に、立法院は、妄想委員会組織法廃止法案を可決し、12月13日に、 正式に廃止された。毛造委員会の庁舎は、台北市中西区助修路5号にあり、助修路に面している。最寄りの公共交通機関は、台北都市運来大,大院駅である。毛造委員会、ニセモコ人民共和国1962年度国民、平月統計要欄台湾、モンゴルチベットを廃止へ、中国反発の可能性も、産経新聞、 http://www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ170-815スラッシュ WOR170-815-0002-n1.html ありがとうございます。